第1回ソーラーチーズフォンデュー。あっちいって、あっちいって、このね、日差しやばいよ今日。やばいよね、本当に今日やばいよ。何、今何度だよ。今は、はい、37度です。ねえねえ、マジ帰ろうよ、やくん。何やってんの。今日やりたい企画は、え、ドゥドゥソーラーチーズフォンデュです。ね、何ソーラーって。いや、あのですね、こんだけ暑かったら、はい、木とか、うん、電気を使わなくても、はい、チーズフォンデュができちゃうんじゃないかなと思いまして。バカ野郎、え、そう、何考えてんだ。チーズフォンデュって、うん、チーズを溶かすために電気使うでしょ、うん、はいはいはい。こんだけ暑かったらもう、うん、なんとかチーズフォンデュできんじゃないかなと。ああ、なるほど。そう、風が強くてカメラが揺れてますけれども。ちなみにですね、はい、チーズが溶けるのがですね、だいたい60度から70度ぐらいらしいので。結構暑いんだ。フライパンある程度ね、うん、放置して温めるっていう必要があります。ねえ、マジやばいじゃん。フライパン。ね、これをですね、ちょっと温めるんですが、はい、今回使うアプリですね、うん、こちら、あ、はいはい、ピクセルですね、はいはいはい、ピクセルのこちらの温度計、何度かってね、計測しながら、うん、まずは60度を目指してね、うん、なるほど、やっていきましょうか。わかりました。じゃあちょっと今の温度だけとりあえず測るね、うん、いきます。いいよ。はい、え、何度何度。38.4 度。え、めっちゃ結構低いじゃん。全 然, え、全然足りないよ。まだ暑いね。全然足りない。全然足りないよ。まあ、まあ、日向やってないから。まあ、確かに確かに。じゃあ日向にね、ちょっと置きます。え、わかりました。はい、じゃあ早く早くやって早く帰ろう。いや、ほんと早く食べたら死んじゃうからね。ここにいい、ここで、うん、そこで、うん、あの石の上に置いておく。オッケーオッケー。絶対、はい、チーズフォンデュ完成させる。成功させます。いや、できたとて。え、まあ一つ心配といえば、はい、このカメラですね。はい、熱で止まるのだけが心配。いや、もうそうなったらおしまいだよ。この動画ボツです。それでは、はい、やっていきましょう。レッチポンチ。オンベセスの動画。2分経過しました。2分経過しました。いきます。測ってみてください。はい。お、すごいすごい。 49.6 度。え、結構熱いんじゃない。結構高温なんじゃない。ちょっと触ってみよう。うん、結構熱いっしょ。あ、結構と。え、マジで結構熱いわ。え、じゃあもうちょっとになるかもしれない。また1分後に測ってみる。オッケーオッケー。はい、3分経ちました。3分経過。いきます。果たして何度になってるのか。はい、あ、57。え、やば、いけるかもしれない。うん、いけるかも。だってあと10度でしょ、必要なの。そうだよ、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、待ちます。測ってくれ。いきます。何分経過したんだよ、今。今ね、ちょうど10分。あ、すごい経ってるじゃん。いきますよ。さすがにいくでしょ。せーの、はい。え、54度。54.5 度。あとちょっとじゃん。ちょっともう一回測ってよ、うん、この辺。はい、54.6。でも10分もやってそれだったらもう上がんないかもしんないよ。上がんないかもね。え、どうしよう、どうする、解けないじゃん。ちょっとね、秘密のパワーがあります。はい、何ですか。ちょっと待って。アルミホイルテカリッチョ作戦。何それ、何それ、危ないんじゃないの。アルミホイルの光をですね、与えまして、うん、それをあの光らせます。反射で熱くする作戦ね。そういうこと。はい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 。どうや、どうなってるの。あ、いい感じかも、いい感じかも。これがアルミホイル。すごいすごいすごい。これでいくのかな。手熱くなんじゃね。全然別に。え、これでどんな感じで、これで本当に温まるの。これで本当にそれ。ちょっと変わんなそうだね、なんか。あれ、もう一回温度測ってみよう、うん、なんかさ、風が強くてさ、それで冷めてそう。わかる、涼しい。いきます。よし、いいよ。せーの、はい。あれ、下がってる。なんで。やばいやばいやばい。え、なんで。やばいやばい、ちょっと。え、やば。もう、あ、一回サランラップします。うん、一旦サランラップで巻いて密封しました。はい、これで待ちです。何やってんねん。よし、何をやってんねん。なんかもうすぐそうだね、うん、なんかもうすぐそう。なんかね、本当に49度50度ぐらいから上がんないね。上がんなくなっちゃったね。本当に上がんないし、でも熱い。熱いの。フライパンめちゃくちゃ熱くなってんだけどね。テレス触ると熱いんだけどね。そう、足りないんだね、まだきっとね。くそ。まあこれできっといけると思うんで。そう、このアルミホイルである程度熱を貯めたら、うん、ちょっとチーズ入れてみようかな。入れてみよう。いや、さすがに溶けると思うよ。うちら今日めっちゃ頑張ってるもん。そうだよね、うん、溶けるわ、きっと。この頑張りを太陽さん認めてほしい。そうね、熱すぎ。いや、熱すぎ、マジで。はい、よっしゃよっしゃよっしゃ、やってみてくれよ。結構熱し始めてからはね、うん、いい感じなんじゃないの。30分経ちましたね。はいはいはい。え、もう30分うちら外にいるんだよ。30分待ってるの、これ。キモすぎだろ。じゃあ、とりあえず今何度か測ってみようかな。そうだね、ラップ取るよ。ラップ取って。ついにラップ取れ。ついに取るタイム。ついに、ついに。あ、風強い。風が本当に強いんですよ、今日。風でね、きっとね、涼しくなってる。そう。いけ、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 い
温度は何度何度じゃん51.3 ねあれ、ね、変わんないじゃん。あんまり変わんないみたい。もうこれさ、やっぱもうやってみるしかないよ、うん、やろっか。まずやろうぜ。やるわ。もうさすがに溶けるっしょ。用意したチーズはこちら。はい、もうまあまあまあ、ちょっとずつね、うん、いっぱい入れちゃダメだよ。いっぱいじゃダメだよ。溶けないから。やっぱり手で触って入れていい。そう、やっぱり。そう、いいよいいよ。もう全然何でもいい。パラパラして、パラパラ。いや、手でいい、手でいい。もう何でもいいよね。何でもいい。早くもうさ、バーベキューみたいなもんでしょ今回。いくよ。いいよ。優しく。あ、あ、え、あ、なるほど。あ、なるほど。そういう感じ。あ、なるほど。まあ、まあ、わかんないよ、まだ。まだわかんない、まだわかんない。何、何、何。これで触ってみよう。それ溶けてるかもしれない。そうそうね。あ、あ、なんか、え、油って感じ。なんか、え、油じゃない？見て、ほら、チーズの油が出てきてると思う。表面の、うん、なんか液体が、なんか、あー、あー、なるほど。あ、え、いや、あ、いや、無理。え、あ、え、無理。え、いや、ちょっと範囲があって、え、マジで風強くて。多分風の、え、涼しくなってるよね。風に当たって絶対冷えてると思う。あの、本当に無風の日がだったらできると思うんだよね。え、無理じゃない？え、え、無理。え、ど、え、どうなる、どうなる。食べましょう。え、このチーズは生で食べても美味しいから。そうなの。あん、え、チーズ温度は無理。チーズ温度は無理だ。え、無理。ちょっとさ、食べて帰ろっかじゃ。うん、食べて帰ろう。嘘。タララ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 ラ無理無理食べるよ。ヨタルの光窓の空気。よし、食べよう。もう、はい、もう自然に。これめっちゃ抹茶熱いんじゃない。いただきます。確かに温めちゃったら辛めになるって。ナゲットしたかったな。ね、春巻きうめえ。うまっ。ナゲットうまい。うまっ。あー、チーズフォンデュ春巻きしたかったな。ね、ちょっと固まっちゃったチーズつけよう。溶けなかったチーズ。はあ。ほら、溶けてないチーズつけて食べるよ。私溶けてないチーズ乗せよ。うん、私もこうやって乗せて。全然無理じゃん。ほら、全然溶けないね。やっぱ本当に60度以上必要なんだね。60度以上になるためには、うん、風がない日かつ日差しがめっちゃ強い日じゃないと、うん、無理ですね。いや、本当にちょっと風強すぎ、うん、やばい。マジこれ、うん、今日暴風だよ。暴風、もう暴風だ、うん、あ、だって後ろの木とかめっちゃなびいてるもん。何それな、うん、何だったんだよなこの時間。おかしい。やりたかったのに。チーズフォンデュー。まあまあまあ、これはリベンジしましょうね。嫌なんですけど。勝手にやって。もうちゃんと次は、うん、あの首にね巻くやつとか、うん、そういう涼しい対策して、ぜひ皆さん、はい、熱中症には気をつけて、うん、風のない日に、うん、ソーラーチーズフォンデュ、うん、やってみてはいかがでしょうか。いいですよ、なくて。いい、大丈夫大丈夫、やらなくて。悔しい。チャンネル登録とエクソロもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバイ。なんでだよ。早くもう帰ろうよ。暑いよ。もう暑い。もう日差しが。もう体力が。体力がなくなる。うん。